やってるけどよ、イルカとか持ってよ。まあ今日は本当はこれの代わりにクジラでこうやってんだけどよ、クジラの口の中に入ってこうやってんだよ。ドドンとしてるな、イマジネーション当たりましたね。筋肉のことだったら何でも知ってるか、もしよかったら聞いてくれ。足が合わせがいい、いいあれだな、いいポルトパラリオに言うのな。ちなみに言っとくけど、ブダペストあるだろ、あれこう聞いてないからね、実は。もしバストアップ、バストを引き締めたいなら広げた方がいいよ。でこれよくみんなやってるだろ、これこれ、腕に聞いてないから、こっちだから、三頭筋だから。そこは鍛えないのか、腹筋かほんじゃ。でそこだったらこうだ、こうしてもいいから、こうやって。ああ、すごく感じるからやってみるでしょ。こうしたらいいな。で、5回目やるか。はい。こうだ。で、1、2、3、4、マッスルって。でも本当に聞くこと？せっかく来てくれたから、もう一回これやってみよう、ほんで、もう一回。マジで聞く。いいのか、こっち。だんだん厳しくなってきてるよ。だんだんきつくなってきてるよ。あ、お兄さん、なんか見るのが好きだね。お兄さん、誰もいないよ、誰もいないよ。そう、何歳か、17歳か。大人になったら、バルボサ海賊に入れてやる。それまでは、お嬢さん守ってやる。それまでにもし悪い海賊が来たらさ、俺が言ってくれたら、守ってやるから。みんなもちゃんと、もし今話を聞いたんだら、3食きちっと食べてね。食べないと太るから、こまめに食べてね。ためて食うのよくないから。朝抜く人いるだろ。あれ結構ね、海賊でも結構みんな言われてるんだけど、健康的な海賊を目指してるから、3食きちっと食べて、特に2食は1回絶対ダメだから。あれ太っちゃうから。そう、体がためようとするから。もうこの人食べない人なんだなと思って心配するだろ、体が。いや、もうためちゃうから。でいっぱい食べてよ、みんな。分かった。そうそう、いっちゃうから。ああ、全然そうそう、いっちゃうから。あ、最後名前覚えてくれた？マッスル B だから。マッスル B。 そうだ、よく覚えてくれたな。またな。お父ちゃん、またな。なんで泣いてんだ？あ、見に行ったの。またな。私を見せてください。ああ、そうね。違う。あのね、この着てる中を見たい。なんか、なんか、俺じゃねえのか。あ、松田さんも撮りたいです。OK です。ありがとうございます。お、すげえ汗だな、多分俺。はい。ありがとうございます。